まあ、あとね、コーチの技量が問われるというか、あの私たちがね、こういうふうになれたらいいなという一つの方向性を探るとね、例えばこのケースじゃありませんけど、お母さんがね、あの娘である自分にもその自分母親がやってきたような生き方をこう押し付けてくる場合ね、で、あなたもね、もっと旦那のことどうのこうのとかなんとかってこうやられた場合にですよ、で、それは自分の価値観には反する、でもなんかコーチとして関わってる局面の中でそういうことが起こったりとかね、ありますよ。コーチも別に親子関係がなくたってね、全然関係ないクライアントでもクライアントに価値観を押し付けられるとか問われるとかっていうことがあります。で、でその時にね、例えばあなたもね、こうした方がいいでしょとかね、こうしないの、なんでこうしないのとかね、でね、あなただってこうした方がいいと思うんじゃないのとかで、こうやられた時にどうそれに反応するかっていうことなんだけど、どうしてそう思うのかとかね、どうして私にもそれがいいと思うのか、それについて教えてもらいたいんだと。あとで、要はそういうことでしょ。で、そのことを通じてその人のただ価値観に迫っていきたいというだけなんですよ。その人はなんか自分の価値観が大切で、みんなもその価値観を大切にすべきだと思ってるってことなんです。で、なんでそんなふうに思っちゃうかって言ったら、自分の価値観が十分に認められてるっていう実感がないからですよ。自分が大切にしていることがすごく大切なのに、人に認められてないっていう実感があるから、だから多様な価値観を多くの人が持つということは許せないんですよ。だからこれが大切だと思わないって確認取りたいし、あなたもしましょうよって言うんです。で、別に私たちがそれをする必要はないの。ただその人の、そのね、人にも勧めようとか、これが正しいでしょっていう気持ちに寄り添うっていうのが私たちの仕事なんですよ。だからあんたもこれがいいと思わないって、あ、そうって、あ、どうして私にもそれがいいと思うんですかってやるんです。それだけなんです。え、先生もそう思いませんかって、どうして私がそう思うと思うんですかって聞くだけなんです。で、その人がでねって、何々さん、ちょっと教えてもらいたいんだけど、私はね、あなたがそれをどうしてそれほどまでに大切にしてるのかとかね、いいと思うのかを知りたいし、で、あなたに本当にそれを大切にしてもらいたいんだと、だから聞きたいんだけどっていうところにステイするんですよ、我々は。だからお母さんに、あなたにもそういう人もらいたいって、あ、そうか、お母さんそういう気持ちなんだねっていうことなんです。どうしてそう思うのって、お母さんにとってそういうふうにね、お父さんに従って生きるって、なんかどんな素晴らしいことがあったのっていっぱい聞くんです。本人がすっきりするまで聞くんです。受け入れられたと思うまで聞くんです。ここに受け入れの連鎖があるんですよ。で、そうかって、そんなことがあったんだって、よかったねお母さんって、あ、だからそういうの幸せだと思って、で、お母さんは私のこともね、好きだから、私にもそういうね、なんか家族のことを大切にとかね、なんか自分の考え方にこだわらずにね、ちゃんと人の言うことも聞いて生きていくとかっていうことをしてほしいと思ってくれてるんだねって、ありがとうって、別にそれだけですから、相手がそう思ってくれてることは。なんか相手の価値観っていうものにね、寄り添うとか感情に寄り添うっていうのは、別にそれを受け入れるってこととは違いますから。あなたはこれを大切にしてて、これが大切だと言いたいし、私にもそれを進めようと思うぐらい大切に思ってくれてるんだねと。で、これをみんながしたら良くなると思ってるんだねというだけの話なんですよ。で、あなたがそう思ってるっていうことは分かりましたっていうことなんです。で、私はそれを大切にするんです。あなたがそれを大切にしてるっていうことは大切にすると、邪魔をしないと。で、その上で、あなたもそういうふうに考えしなさい、じゃあこういうことを今日から始めなさいってなったら、それに対しては、実は私にはね、こういう考え方があるんだとか、私はこれを大切にしたいんだと、だからそのことも理解してもらいたいから、よかったら私がね、何をどんなふうに大切にしてるかということを聞いてもらいたいってやればいいし、で、相手の話をしっかり聞いて、その背景も聞いて、その本当に深い思いも聞いて、で、大丈夫よ山田君、時間通りに終わるから、大丈夫ね、はい、で聞いてね、ほらかっこいいでしょね、もうあいつね、言ってくれたらもうちょっとじゃあ大丈夫かな聞いてね、で聞いて聞いて聞いて、で自分の話も聞いてもらえるようになったら、どっかで接点が見つかるんですよ。